体験規約には両方あるんです。それが忘れられてるんですね。ですから文科省もいくらでも学費上げていいんだっていうふうに思い込んじゃったんですね。で貧しい学生が大学へ行けない、そういう現状があるのにですね、それを税金で大学へ行ってる学生を助成しては、それは公平にを欠くというんですね。でそれを堂々と先生方に言ってたんですよ、文科省は。で私それはですね、違うと、人権侵害をね、国がやってるわけですよ。貧しい学生は勉強できなくちゃいけないわけです、成績が良ければね、能力があれば。その能力のある学生が大学に行けないじゃないかってことを国が言ってるわけですよ。これはむちゃくちゃな話でありまして、実は警察が拷問をやっとると。でこの拷問をやってる被害者がいるんだから、ね、また別の人の拷問で苦しめなければ公平を欠くって言ってるのと同じなんですよ。だからそれはめちゃくちゃな論理だっていうことを私はこの論文で書いてる。で読んでられる方いらっしゃいますか？おられないと思うんですよね。おられないんで、ぜひこれ読んでください。っていうのは今でも大事なポイントなんですけど、留保の撤回というのは一体どういう意味なのかっていうことをですね、知っていただくためには、この前の状況がどういう状況だったかっていうのを把握していただかなきゃいけない。今までも貧しい学生が大学に行けないというのは人権侵害だったわけです。それも憲法上は別ですよ。とか国際人権法を守んなさいって、憲法98条の2項はそう言ってますけど、98条2項によって国際人権法を守らなきゃいけない。それと社会権規約を守らなきゃいけない、13条ですね。で13条の中には、貧しい学生だったら能力があれば大学へ行けなくちゃいけない、これは無償でなきゃいけないですよ。親のない子供なんていますから。だからそれはね、その子供たちが行けないということを文科省が認めるっていうことはね、国が拷問をしてるってことを認めると同じなんですね。それを国も気がつかない、それから運動をやってられる先生方も気がつかない。それから私一番びっくりしたのはですね、授業でこの話をしたんです、国際人権法の授業ですね。それでアンケートを取ったんです、学生のアンケートを取っておいてから授業をやったんですけど、このことをですね、人権侵害だと感じている学生がゼロだったんですね。これ未だにそうだと思います。貧しいから大学に行けないっていうのはですね、この条約違反なんです。はっきりとした重大な人権侵害なのに、それを自分たちが被害を受けてるっていうのは誰も感じてない。一番の被害者は大学行けなかった人たちです、貧しくて。その人たちも人権侵害を受けてると誰も思ってない。この人権侵害が見えないという点が一番問題なんですね。でそれを先生方の目にも見えないだろう。で国際人権法の専門家もこの分野については誰も研究してこなかったんですね。私はたまたまその先生方からビラを配れって言われてですね、自分でわけのわかんないビラを配ったらいけないだろうと思ってですね、学生に配るときに説明をする必要上ちょっと研究した。そしたらこの問題は分かったもんですから、それを無償化をやるのかで、つまり無償化しますという約束はしたんですよ。今度はね、だんだんに無償化していきます。約束はしたけど実行するかったら実行しない。で先ほど申し上げたように政治情勢がですね、鈴木寛先生たちの議員たち の一部頑張る人たちがその勢力がどんどん弱くなりますから、今後はですね、今到達した時点を守る、地点を守るということができるかどうか、非常に心配な状況ですね。でこれは条約違反じゃないかって先生方交渉に行きますね、文科省に。ただいやーそりゃだけどやっぱり財政状況はありますからねって一言言われたらもう終わりなんですよ。でだから撤回後に何が起こるかって予想なんですけど、実は何も起きない。で、ここ申し上げたように日本は人権条約を締結しても文字通りに遵守しない、これは歴史が示しておりますので、私は過去ですね30年間ですねこの問題だけに取り組んできたと言ってもいいぐらいですけど、その経験から言ってですね、これは変わらないというふうに思うんですね。で現状分析です。でこれは今の申し上げた経験から申し上げるわけですけれども、
これがですね、実はこれ違うんです。このその4っていうのはですね、実はこれ間違いで、これは消さなきゃいけない。これ消したあのレジュメをあのお送りしてありますので、もしインターネットにお載せいただけるんだったら、そちらの新しいものを使ってください。さっきの第4回研究会ってありますか、あれも第5回に直してありますので、これはちょっとこのパワーポイントから切ってこなきゃいけなかったのに、まだ切ってなかったですね。ごめんなさい。ごめんなさい。これは合ってんだ。これは合ってる。これは合ってる。これは合ってます。これは合ってます。このその用が合ってます。何を用意していたのかという。これがですね、実はこの、これ、なんか私の悪口を言ってるのが一番最初に出てますね。で、これではなくて、ですね、現場さんの留保撤回の指示っていうのも、党国会答弁が出てきますので、それで見ていただければと思います。それは皆さんもう見ておられますよね。当然ここに来られた先生方は見ておられると思うんで、それはまず確認をしておいてください。で、それでじゃあこれはですね、先生方の運動の大成功ではあるんですね。これまでその留保撤回を運動目標にしてやってこられたんで、本当にお祝いを申し上げたいですね。で、そこでですね、ここでどうなるかって言いますと、普通は団体というのはですね、運動目標が終わったら解散するんですね。ですから、もし留保の撤回だけが運動目標だったとすれば、ここで解散をしてよろしいということになるんです。で、それでどういうことになるかというと、留保の撤回をしたんだから、留保の撤回というのは条約の締結と同じです。これからは全身的無償化をやっていく法的な義務ができたわけですね、日本政府。ですから、それを日本政府が実行すればよろしいと。法律っていうのはですね、例えば刑法でも作って、刑事訴訟法でも作って、裁判所を作っておけば、警察がですね、犯罪は取り締まって、検察官が起訴して、裁判所が裁判するということで、犯罪をその取り締まっていくということはできるわけですね。だからもうこれ、児童運動みたいなもんだというふうに皆さんお考えだろうと思うんです、おそらく。法律ではそういうもんだというふうに期待されてるんですね。ところが、国内法はそれでもいいかもしれませんけど、国際法になると全然事情が違うんですね。なぜか。なぜだと思います？それは非常に簡単なんですよ。裁判所がないんです、国際法。それから警察もないんです。そうすると法だけ作ってですね、その法を取り締まる手続きとかね、それから機関がないんですよ。だから日本がですね、国際人権法に違反をしても、憲法98条2項に書いてあるじゃないかと言ってもですね、違反をいたします。違反をした場合ですね、方法がないんですね。慰安婦問題なんかあれ奴隷じゃないかと。これは日本が大変な誤りをしたんだから謝罪しなさい。謝罪しないんですよ。どうしたら謝罪するかっていうと、戦前はどうしたかって言いますとですね、国際連盟が日本がですね、中国を侵略したと、これは国際法に違反する、これを国際連盟が決議をいたしました。で、決議したんだけど、日本は脱退しちゃったんですね、国際連盟で。だけどやっぱり世界中がそうやって批判することでですね、脱退した。どうするかって、戦争するわけです、要するに。で、戦争して勝った方が正しいって、これが 戦前ですね。だからその国際法の世界っていうのは今でもそれに似たところがあります。1930年代にですね、その不戦条約その他ができまして、だんだん戦争は違法化されてきました。それから45年にですね、国連ができて、そこで、自衛戦争以外の戦争というのは禁止されたわけですね。ですから国連の安保理事会が侵略と認定して武力行使を許可しなければ、どこの国も武力行使ができない。もちろん違反する人います。国連の決議なしにですね、イラクなんか攻撃しましたね。だからそういうことはありますけども、やりにくいわけですね。で、それは国連ができた後は相当変わりました。しかし、じゃあですね、それは平和を乱した場合、
は軍事制裁がある安保理事会。じゃあ人権の侵害をしている、これでですね、軍事行動ができるかというと原則としてできない。それ例外としてやったのがボスニア・ヘルツェゴビナありますね。ああいうようなことで平和の創出っていうのをやんなきゃいけないんだということで、平和の維持、ピースキーピング以外にですね、実際に軍事行動をやっていくっていうのは、まあ、今でもアラブの春っていうのを時にはとってその時にやりますけど、まだシリア、日本はですね、奴隷禁止が監視法だったってことを未だに認めてないんですよ。だから総理大臣も従軍慰安婦は奴隷だっていうのは事実と乖離するって言ってるんですね。だからそんな国は日本しかないですもん。それはもう各国のアメリカの政府の役人から何かみんなも呆れてるわけですね。国連の現場に行ったらすぐ分かります。でそういうですね、それから例えば条約っていうのはですね、相手の大臣、外務大臣に署名させたからといってそれは有効になるわけではなくて、国王が批准しなければ効力発生しない。それはもう戦前から慣習法でそうなんです。誰も争わない。日本の学者も全部そう書いてる。ところが批准がないんですね。韓国の植民地化についての1905年の条約、1910年の条約、両方とも批准がないんですよ。だから効力はないんです。しかし未だにそれが効力がないということは認められない。でそれはですね、それから先ほど申し上げた満州事変の問題ありますよね。もう国際法違反はやりたい放題やって守らない、だけど戦争に勝てば全部いいんだっていうですね、そういう簡単に言えばそういう時代ですね、戦前で。それで戦後になると変わるんですよ。なぜかというと国際国連憲章の中に人権が入るわけです。どうして入ったかというと、1942年に日本がその真珠湾攻撃に対して対応するために連合国、ユナイテッドネーションというのができます。で42年の1月1日に、なんで戦争しなきゃいけないかと、日本などにですね、人権が実現するまで、ヒューマンライツが実現するまで戦うのであるということを連合国、ユナイテッドネーションズの目的、戦争目的に掲げるんですね。これが世界でですね、ヒューマンライツって言葉が出てきた初めての文書なんです。私研究しましたが、その前はないんですよ。でだから世界人権宣言というのはそれでその国連の作りますけど、それはその42年の宣言を受けて45年に国際連合、ユナイテッドネーションズというのはね、できるんですけど、それは元は連合国というユナイテッドネーションズ、それを勝手に外務省が国際連合という名前に変えちゃったんですね。日本と戦ってきた人たちがその世界を作ってるということを認めたくなかったんでしょう。だから名前を変えたんですが、その名前を変えて日本がそこに入りたい入りたいって言うと入ったんですね。だから入るについては国連の憲章に書いてある人権っていう、そのね、宣言から憲章に人権が入って、憲章からの一番最初に国連がやった仕事が世界人権宣言、ユニバーサル・ベース・ヒューマン・ライツを作ることだったんですね。その中に全て書いてあるんですよ。その中に教育の問題も全部書いてある。それを実現するために今度は人権条約をたくさん作ったんですね。それが社会権規約なんです。そうすると社会権規約をたどっていくと42年1月1日の連合国宣言に行き着くわけです。でそれは日本が敵対してた、戦争してた相手の諸国が全部これを日本に実現するんだってやったわけです。それが未だにできてないんですね。だからそれは日本は戦争してましたから。国連憲章を作るときにも日本は参加してません。もちろん何やってたかというと沖縄で大戦争やってたわけです。ドイツ降伏してますよね。だけどだからその世界人権宣言を作る国連の会議、これ48年の12月10日にできますけども、そこにもですね、日本は出てないんです。もう一切出てないんです。メンバーじゃありませんから。それでドイツはただね、もう同じように出てないんです。ところが違うのはですね、ドイツはヨーロッパ人権条約というですね、別の枠組みを1950年に作った時に入ったんです。
ヨーロッパ人権条約というのはその世界人権宣言の実現のために作ったわけです。そこでドイツは初めから世界人権宣言の実現というのをもう推進しているわけですね。日本の方はそれを全然やってない。で憲法はですね、世界人権宣言より先にできてるんです。ですから憲法の人権規定は国民国民国民ってなってるわけです。とか世界人権宣言の方は全ての人はってなってるんです。全ての人っていうのは貧乏な人もあれば外国人もあればですね、女性もあれば、みんなその全ての人っていうのは日本の憲法に入ってない。なぜかったら時間差があります。それでその後世界人権宣言ができて、これに基づく人権条約って次々できて、社会権規約できた。これも全ての人なんですね。でそれがですね、日本の政治には一切入ってこなかったんです、実際は。でその歴史をですね研究しないと、なぜですね文字通り条約や人権条約を適用しないのかわからないんですね。 でこれが世界人権裁判所っていうのはまだありませんので、これを訴えていく先がないわけですよ。だからその違反した場合にこれを制裁するっていう警察もないわけです。ですからやりたい放題ね。これはこの憲法98条2項を守れということを運動で政府にやっていかなきゃいけない。それが唯一の解決策なんですね。でこのだから日本がですね非常に得意なんですよ。これは先生方、日本は 何でもヨーロッパにあるものがある、アメリカにあるものがあると思っておられるかもしれませんけど、ないのが人権なんです。ヒューマンライツがないんですよ。お店で売ってるわけじゃありませんからね、それでこれは私もよく分からなかったんです。研究してみてなるほどなと思ったんですけどね、これ一度読んでいただいたらと思います。これは あらゆる人権条約にてその参考になることが書いてあります。歴史です。こういう研究は今まであまりされなかったと思いますね。でこれが私の一番言いたいこと。そこでこの歴史、これを理解しないとですね、おそらく先生方がどういう運動したらいいかっていうのは出てこないですね。もう勝った勝った万歳でおしまいです。でそのもう一つですね、私申し上げたいんですけど、条約機関、これ人権条約作りまして、社会権規約もそうです、自由権規約もそうです、拷問禁止条約、みんなそうなんですけど、みんなですねそれを監視する機関を作ってるんです。国際機関、社会権規約であれば社会権委員会というのを作ったんですね。それでそこがですね、その社会権規約の実施の状況を監視しているわけです。でそれで、そこに日本政府は政府報告書って出さなきゃいけない。だからそれをですね2006年に出さなきゃいけなかったんですよ。ところだから先生方は2006年問題というふうに、これは少子化が始まって大学が縮小するときと同じなんですけど、いうふうに言われたんですね。その2006年問題のをその文科省はそんなもう出しませんって、外務省もそうですけど、サボってですね、なんと5年サボった。突然ですねそれ出したんですよ。これ2000年のおしまい頃出した。つまり2009年の12月ですね、9年の12月にですねやっと出した。5年遅れたんです。だからこれは新しいですね政府の政策が何にも入ってないもの出てるわけです。でそれは そいつをこれは日本語で外務省のホームページで読めます。でご覧になったらおそらくこの留保の撤回なんか全く書いてないですよね。それで外国籍の子供の差別なんかも書いてないです。それでそういう違反がですね、私たちはその教育の問題でその2つ、私はこの2つに関心があるんですけど、実は他の問題いっぱいあるんですよ。でそれで他の問題についてどうしてるかっていうとですね、この監視機関に昔はカウンターレポートって言いました。政府のレポートに対する対抗レポートですね、 NGO が出すんですね。
でこれを国連の場に持ち込んで、ロビングをしてなんとかですね日本政府に対して助言してもらいたいということをやるわけです。で、実は2001年にこの社会権規約の問題で留保の撤回をしなさいということを社会権規約委員会から言われた時があるんですけど、その時にはですね私は神戸の震災の問題を持っていきたいということで神戸の人たち神戸大学にいたもんですから頼まれて国連までお連れしたことがあります。その10年前ですね。でその時にはですね多分私はこの記憶ではこの私学助成の問題で来られてた方はいなかったように思うんですけどね、かなり熱心にみんな頑張りました。で今度それから10年ぶりなんです。これ本当は5年ぶりに5年ずつやれるんですけど、政府がレポートをサボるとですねこれ10年経っちゃったんですね。それでこれがですね国連の人権高等弁務官事務所のホームページですけど、その中にこのこういう社会権規約委員会のもありまして、そのセッションというところを見ますと、このセッションの中で5月の2012年の5月の21日から25日にですね、産業部会が開かれます。ワーキンググループですねが開かれます。こう書いてあるんです。でこれ何かというとですね、これは本審査ではない。これ本審査はまた後なんですね。まだ日程入ってないですよ。来年になると思います。今年中の会議全部見てみましたけど入ってなくて、まだ決まっていないというところに、日本の本審査の情報があります。でこれはですね実はこれ、これ見ていきますとね、これはしょっちゅう見てないとダメなんですけど、ここに旗が出てくるんです。これアゼルバイジャンですか。でこれがアイスランドですね。でこれがイラン、それでこれがジャマイカ、あれ日の丸が出てくるんですよ。でそしてこれレポート全然出さなかった国がここに2つ追加されてます。レポート出さなくてはあまりにも長いこと出さないとこういうふうにもうレポートなしでやるんですね。でここでですねこれは日本の状況、これ12出てるんですよ。これでこれがオルタネットリポートじゃなくて、ちょっと待ってください、オルタネットリポートって言いますけど、これはそのカウンターレポートってちょっと聞こえが悪い、反政府じゃないんだからっていうんで、NGO の出す代わりのレポートっていうんでオルタネットリポートなんですね。ジャパンフェロシップリコンシレーション、これは私たちの融和会、これは別にですね慰安婦問題についてこれを出したわけですね。関本君が書いたんです。で、これでこれがですねワーキングウェメンズネットワーク、労働女性の人たちが出してるのがあります。これちょっと一方にまとまってないんですけど、こういうふうにバラバラに、1ページずつ出したんですかね。これでそれでそのここに私がですねオータネットリポートバイ J4、 これ日本融和会ですね、 and この RIIHRLP ってちょっと分かりにくいんですが、これは国際人権法政策研究所です。でこのレポートを私は出してるんですね。で、どういうのが出てるかっていいますと、これ見ていただいたらここにこれを国連がですね全部こういうのを出すようになったんですよね。これはすごいんですけど、これで、見れるわけです。これ何なんですかね、ダメなのか、コンピューター再起動しないとダメ。これまあだから見てください、後でまた これ出てきましたね。こういうのを出したわけです。でここで、2条ですね、これ差別禁止ですね、これが13条2項の A って、これ2項の B、C が、B が高等学校ですね、C が大学ですね。で、今度その B、C の留保が撤回されるということになるんですね。それで、そのアクションはまだ取られてないんじゃないかと思いますけど、これにですね、実はここのですね、最初の部分に、全然日本は国際人権を守ってこなかったけど、今度初めてですね、国際人権法派遣は内閣になって、
どうも守るということをやりだしたということを評価したわけです。でそれでその例としてその留保の撤回を挙げてですね、これは大変高く評価されるということを言ってるんです。でこれは私たちが言ってるだけじゃなくて、おそらくこの政府は報告するでしょうから、委員会としてはですね、非常に高く評価すると思います。一番最初にですね、委員会の報告書は最終報告書ですけども、日本についてですね、進歩した点というのを挙げます。その点にこれを挙げると思います。挙げて評価する。あとですね、この懸念というのコンサーンというのを挙げると思うんですね。その中にこの義務教育の問題が、外国籍の義務教育の問題が上がるかどうかなんですけど、とりあえずですね、今回は本審査じゃありませんので、質問ですね、この政府に対して、このあなたの報告書ではここはわからないと、だから説明してもらいたいという質問を言うんですよ。リストオブイシューって言うんですけども、その質問を作るのが今度の作業部会の役割。そうするとここでですね、誰が作るかというと、日本担当者がいる、スペシャルラポート委員のうちの1人が5人出てくるんですよね、この作業部会は。お一人が日本担当します。あとの3人が他を担当します。他の、いや4人が。全部で5カ国ですので。それで、そうすると、その質問をですね、書くときに、事情が分かりませんから、簡単に書けない。そこで NGO が、こういう状況なんで、こういう質問してくださいという提案をですね、するわけです。で、これ別に制度をそうなってしたいというふうに言えばしていいよということになったんですね。で、そこで、こういう質問をしてくださいっていうので、私は質問をいくつか挙げてるわけです。こういう質問をしてください。で、この質問のうちどこをピックアップするか分かりませんけど、ピックアップして一問でもしてくれたら、これは前進なんですね。つまり文科省の方は、外務省と文科省は、委員会がここに着目したということで、ピリピリしてですね、研究会をやって、回答を書いて出すわけです。そしてその回答を見た上で本審査を来年やって、その本審査の時に次々政府代表に質問が出されるんですね。文科省の役にも行きますから。でそれで、そのやり取りが建設的な対話、コンストラクティブダイアログと言ってますけども、になるわけですね。それを日本政府が聞けば、国会審議と同じです。まともに聞いてればそれは前進する可能性あります。だけどまずですね、前は交換がいかなかったです。外務省の役員だけで担当の省庁の人間もいかなかった。90年代なんかですね。だから私は担当の省庁が行きなさいっていうことを言って、だから担当省庁がこの頃出るようになった。だから結構大勢出てきます。それで日本の審査やるときにはですね、なんと日本語の同時通訳を入れるんですよ、日本政府の費用で。これは普通はないんです。ここではやります。ですから日本の各省庁の役人が行ってこれをやるということになりますね。でそれで、その質問に対する答弁を見て、質問のやり取りがあって、それで最後に委員会が意見書をまとめるわけですね。そうすると次のこの質問にはね、どうなるかというと、前進した点については何も言わないんですよ、普通は。だから留保撤回って言ったら、これは万歳っていう委員会の方もね、委員会の意見を聞いてくれてありがたい、だからいいですねっていうことで、じゃあ続いては他のことに移りますので、他のことを、質問するわけですね。だから大学のこの女性問題、つまりその13条の一項の D の問題、B の D の問題は一切質問がないってことになるんです。これが普通です。そこで国連段階ではですね、先生方の提起してきた問題はもうなくな消えてなくなるんです。これが通常の例です。他にたくさんありますからね。私の言ってるなんてのはもうごくわずかですよ。これご覧になっていただいたらいいと思います。12団体出してますから、これはたくさん出してます。特にですね、ここで私は前はこれに参加、これを担当してたんですけど、このジャパンフェデレーション・オブ・バー・アソシエーション、日弁連ですね、
ここはたくさん出します。それからこの NGO コミティ、これはもう全国の学者の先生方がいろんな問題を抱えて集まって団体でレポートを作って出しています。ですからこれはものすごく徹底しています。で、大阪弁護士会も出してますけど、これはでこれ韓国からも出してますね。韓国、これは低身体問題対策協議会です。慰安婦問題ですね。で、こういうふうにいろんな問題出てますけど、これは今まで日本がですね、いかに国際法を守ってこなかったか、もっとありますけども、ここへ出てる項目だけ見てもですね、大変な数です。で、これ読むだけで大変ですよ、これ日本の担当者だから、あとの4人の人はこれ読みません。あとの4人の人はどうするかというと、私たちがもしジュネーブに行って口頭で言えば、その口頭の発言は聞く可能性あります。で、自分の4人はみんな他の国担当してますからね、自分の担当のところで精一杯で、そこでまずこの日本担当の方に印象を持ってもらえるかどうか、それは口頭の発言と、それから書面ですね、書面を出したいんですから。で、あとはその随時ロビングをやれるかどうかの問題。で、これ1週間やりますので、5日間ですね。その間に、どういうロビングをするか、もうその担当の方に合わせてですね、それから事務局もあるんですね。事務局の担当者はものすごい忙しいです。少数です。その事務局の担当者を突き止めて、しょっちゅう変わりますから、今誰がやってるか、それを突き止めて、その方にロビングしておく必要があるんですね、実は。で、そこで事務局、それからもう一つはですね、外国政府に、ロビングしておく必要もあるんです。で、まあ、ここは世界中の政府が出てきますから、少数ですけどね、この会議は小さいです、実際は。さっきの人権小委員会なんていうのがもっとずっと大きいです。国連総会ほどはないですけど、作業部会次第でもうとにかく国連総会以上になるものもあります。で、それでもう一つですね、これでもう一つ申し上げて、まだそれは後にしましょう。それで、この関係でですね、一般論ですけど、NGO がどういうことを考えているかというのは、私はこの国際人権法入門という本を出してますので、見ていただいて分かります。特にですね、この中で大事だと思われるのは、国際法をいかに守らないかということですね。それはどうして なのかという、第1章にそれは ありますけど、日本の参議院の憲法調査会に、招いていただいた時の私の意見書をですね、この一章に書いてあります。で、その時のですね、発言ですねについては、さっき戸塚悦郎というのがありましたけど、あれで見ていただいたら出てきます。で、それでじゃあですね、国際人権法を守るように対策はないのかって時なんですけど、これ対策はあるんです、実はあって、私もその本に書いてる。これ3時で終わりですか。で、このだけどこれ迫力がないんですよ、全然。私は日弁連で、海外調査特別委員という外務大臣みたいなことをやってまして、そこでですね、国際人権法のどういうふうに日弁連取り組むかやったんですが、これはもう本当に大変だったです。で、それでやっとですね、委員会を作ったんですね。私はそれをやめて、あと委員会を作ってもらって、今その2つの委員会、私元弁護士なんですけどね、この問題をずっと専門にやってきたんですが、ここである程度国際人権の情報入りますけど、委員会で大事なのはですね、この国際人権問題委員会、これがまあいろいろ世界情勢ですけど、もう一つ大事なのはこれなんですよ。自由権規約個人通報制度の委員会、これがさっきのですね、かろうじて裁判所に近い手続き、個人通報権というんですけども、この自由権規約の選択議定書となりました。それを批准すると最高裁で敗訴しても通報できるんです。それが今の自由権規約委員会に行くんです。実はこれ社会権規約委員会にも個人通報権というのはできたんです。じゃあそれを批准すれば、最高裁で学費問題で負けた人はここへ訴えてくるんですね。そういう手続きができるんです。これ日本がもうずっと阻止してきた。私はこれ
30年ぐらい、20数年運動してるんですけど、これはマニフェストに入ったんですよ。だから実現してない。社会権規約の方はまだ未だに日弁連の運動にも入ってません。日弁連の方は4つですね、条約独立の方が。で、まあ、これもちょっと時間がないんで、割愛しますけど、これなぜ実現しないかというと、要するに日弁連の運動がですね、迫力がないんですよ。どうして迫力がないのかというと、これが、各単位会レベル、中央だけなんですよ、やってるのは。地方に行って、大阪弁護士会はちょっと特別熱心ですけど、他の弁護士会ですね、一生懸命やってる弁護士会ってほとんどないんですよ。だから実際は迫力が出ないんでダメなんです。これはもう本当に私も期待してたんですけど、ダメですね。だからましてや大学レベルになりますと、この国際人権法って全くご理解いただけてない。私は実験事業をやりました。その実験事業についてちょっとですね、留国大学で講演をしましたので、その資料に配っていただきます。これを説明すると長いですから、これを読んでいただきたいんですけど、学生をこう国連に連れて行って勉強させるという事業を作ってやったんですが、これは私が退職したらこういう事業はもうなくなっちゃって、もう大学ではこういう事業もない。だから結局国際人権法っていうのは全く死角に入っちゃったですね。それで、私はこのせいで世界、日本がおそらく崩壊していくだろうという予言をしてるんです。世界人権宣言違反をずっとやってきますから。でそれがこの後半なんですよ、この講演を。ぜひご覧いただきたいと思います。でだからやってなかったわけじゃないんですけど、これ大変なんですよ、先生方に分かっていただくの。日弁連の経験でも私は本当に大変だ。それでじゃあ教授会連合として今後どういう方向に行ったらいいかっていうのは、これまでお話したことで分かっていただけると思うんですけども、運動目標をその変えないとダメですね。おそらく運動目標を新たに掲げないとダメ。何かっていうと、今までは留保の撤回でしょ。これは新しい条約を締結しなさいっていうのと同じですから、それは成功した。そしたら今度はですね、撤回した部分、全身的無償化を実現せよということを言い続けなきゃいかんわけですよ。これはものすごく大変です。私たちみんなこれやってきて、ほとんど全部失敗してるんです。十分医学問題なんてのはこれだけ世界中に問題なんだ。私92年にこの問題をこれに持ってって、ここまで大きくなった。なったけれども、守らないでしょ。これね、やっぱりなんで日本がここまでひどいのかなっていうのはね、考えちゃいますけど、先生方が掲げてきた、私もその一員で応援はしましたけども、国保助成っていうのは絶対に進まない。100% 保証しますよ。でだからその条約のね、遵守を迫る運動っていうのを継続する必要がある。でじゃあどうやったらいいかっていうと、先ほど申し上げたように、この本審査は1年後になると思います。これもどこにあるかっていうと、今のこの国連のですね、ホームページの中のこの社会権規約委員会のところを見ますと、将来の今年中のですね、会議は全部ここに書いてあるんですね。だけどジャパン、これはフューチャーセッション、これ来年以降ということになります。だから日が入ってないんですよ。でここには先生方代表を送って、その主張をされなきゃいけないと私は思うんですね。新しい運動目標を掲げて。だけどこれワーキンググループから、作業部会から何の質問も出なかったら、本審査に行っていきなり起こし直すというのはこれは不可能、ほとんどできないと思います、その場に行っても。で、その後ですね、5年ですね、普通はレポート出すのは。だけどまたサボりますから10年かもしれない。そうすると5年10年の間何も国連レベルでは運動ができないという状況になります。だからここの本審査で何も起こらなければ10年後ですね、に向かって運動を立て直すしかない。で、そこでですね、私は先生方に前から提案をしてるんですけど、このさっきの社会権規約のワーキンググループにですね、代表をお送りになって、そこに文書を出して意見を言ってっていうことが必要だなと私は思ってるんですけども、それが
できるかってことなんですね。で実例ですけど、私はですねこの外国籍の子どもの教育を受ける権利の問題についてはずっと並行して運動というか研究をしてきまして、でそれはこの毎日新聞でこれ2007年なんかに出てるんですね。これはなぜかというと2008年かな、要するに世界人権宣言60周年に際してこういう記事を毎日新聞に出してもらってたんですけど、そのこれをですね実はさっき申し上げたこの6まで見てくださいということでここに挙げておきましたので、ぜひご覧いただければと思います。本文が全部読めますのでコピーする必要はない。それで、これが実例です。でここまでやっといて、でこれをですね社会元気学の作業部会に持っていくわけです。これから私は英語の論文も書かなきゃいけないんです。でそれで、委員会に行って何をやるかということをちょっとご説明しなきゃいけない。でそうすると実はこの締め切りというのがありましてですね、この作業部会に出すのはさっきのホームページで分かりますけど4月1日なんです。4月1日以降に出してもこれは受け付けないんですね。でそれでどう挽回するのかということになるわけです。で実際にどういうふうに動くかということになるわけですが、この委員会がですね、でこれのここではですねまず4月21日の午後にですね NGO に会ってくれます。でそれで NGO が1人まあ5分だろうと思いますけど説明をする。これ全部この5カ国についての NGO がみんな説明するわけですね。プラス2カ国ありますけど、じゃあ7カ国って言ってみる。そうすると非常に限られた時間で要領よくやらなきゃいけない。でそこで、文章が配られてますから発言は用紙だけはパッパッてやらなきゃいけない。でそれで、皆さんの代表が行かれてここでですね文章を配ってっていうことができるといいんですけど、ちょっともう締め切りを過ぎた後ですから非公式にしかできないですね。でそうするとですね第2段階、これは今の NGO との協議ですね、この場にこの問題をどうやって出すのかという問題になるわけです。そうするとこれは私の過去の経験から言って何ができるかなんですけど、これは国際人権法人を見ていただくとちょっと分かります。でできそうなことはですねこの NGO と委員の間の協議会の時にですね、私はこの JFOR との文書、国際人権法研究所の文書を発言します。その際ですね高等教育について歓迎するということを言うわけですね。文書そうなってますから前進した。だからそれに加え、その時にですねただしこういう問題は全国の大学の先生方は大変心配して、言っておられますので、そのただのもろ手を挙げての歓迎ではありませんということを一言言うことができるわけです。特にねそのこの点は大事ですよっていうことを10秒ぐらい言うことは可能ですね。で私の発言の用紙も作りますから用紙の後ろに1枚先生方の文章をくっつけてそれをさっと配布してしまうということができるかどうかなんですね。事前に言ってないことは発言禁止であるというふうに言うかどうか、私は一言言ってますからそれで、大丈夫だろうと思うんですけどね。でそれでその前にですね実はこういうことをやりますよっていうんでこういう発言しますっていうのを事務局に会って、言えるかどうか。この事務局の人 もうその20日が日曜日ですから21日の午前中に調べて会ってでそこに渡してそして、できればコピーをたくさん用意しておいてでその協議会に午後に臨んでそこで、その意見を渡すと。でそうするとですねこれは事務局が OK してくれるかどうか、それからもう一つはこのワーキンググループの議長があります。この人が OK してくれるかどうかで決まると思います。配布できるかどうかですね。でそれで、それはできなかった場合どうするかなんですけどね、できても後ですねこれ委員に一人ずつ手渡して歩くっていう必要があるんですね。どうやってやるか、これは過去の経験が役に立つ。私一番最初にですね90年代
はじめ国土に日弁連やなんかが頼まれて、自由研究委員会に、行ったことあります。まだ98年だったかもしれませんね。89年だったかもしれません。で、米ソの対立が非常に激しかった。まだそこでですね、こんな文書の正式な配布できなかったし、協議会なんてもなかったんです。どうするかっていうと、廊下に立ってですね、部屋の中入れませんから、でこう委員がトイレに出てくるんです。トイレに出てきた時にこう大いに追っかけてて、これちょっと関心ありませんかってこうやってやるわけです。そうするとそれを見て西側の委員はですね、アムネスティインターナショナルによればってこうやるわけですね。そうするとどういうことが起きるかというと、ソ連の委員が、まあ、東欧の委員がありますからね、アムネスティインターナショナルけしからん、そんなのは全く信用ができないから引用はするなとかなんか言うわけですね。でそういう激論をやって、最終見解、その当時はもう最終見解なんていうのは出なかったかもしれません。でだんだん米ソの雪解けがあって、最終見解を出せるようになるわけですね。でそれから NGO にも会ってくれるようになった。だけどこのようなことはですね、おそらく必要になった。で私がジュネーブに常駐していれば顔見知りになりますから、そうするとコーヒーショップで、お話ししましょうとか、パーティーでお話ししましょうとか、そういうことも可能になるんですね。でだから諜報機関の協議もできます。実は慰安婦問題もそれをやりました。かなりたくさんやった。常駐はしてませんでしたけど、私も随分長いことここに行ってましたから、それかなりやりました。ものすごくたくさん会議出ましたからね。でそれで、成功したわけですよ。でそれでちょっとどういうふうにロビングするのかっていうのを知っていただきたいので、これを言いますと、米ソの対立が激しかった頃はその委員の名前は分からないですね。委員会行って、委員がこういう人だと分かりますね。そうすると調べるわけです。どこへ送ったら読んでもらえるか。で中にですね、ロンドン大学の LSE っていうところがあります。でその LSE の教授でですね、国際人権法の権威がおられまして、ロザリン・ヒース先生と言っておられたんですけども、その先生に意見を言ってもらいたい、そこでロビングがしたいんで、そこの学生になったわけです。修士コースに入ってですね、 LLM って言うんですけど、それで、情報を常に提供して、で意見を言っていただいた。だからみんなびっくりしましたね。ロザリン・ヒース先生がこんなこと言ってたって。でこの人は有名な人ですから、後に国際司法裁判所の裁判長になられた。女性で初めてですね。でだこういうようなことがですね、ロビングに必要なんですね。だちょっと会ってポッと文書渡してとか発言してとかって、それだって意味はありますけど、本当には入りませんね。そこでその当時はですね、私もその LSE で、修士論文を書いて、精神病者の権利について。でこれをですね、精神病者の権利を研究しているその人権委員会の作業部会に持ち込んで、作業部会の議長さんにねじ込んでですね、これをお渡しして、でその中に一条を入れていただくというのをやったことあるんです。でこれは議長さんと非常に親しくなってですね、ご自宅にもお招きいただいたし、そのイギリスの外務省のお役人ですけどね、日本にもお招きして、一面連で、解説していただいた、そういう経験もあります。まあその慰安婦問題なんかについてはもっと生々しいことがたくさんありますけど、それは割愛いたします。そういうようなロビングをですね、先生方にもぜひ覚えていただいて、私先生方いらっしゃれば現地でご指導いたしますので、やっていただければな。これ長いですよ、非常に長いです。でそれをやらないと、外と内と両方で運動しないと、これはポシャっちゃいます。でそういうことで私の今日のご説明は終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございます。